はいはーい、俺は孫悟空。あれれ、まだ着替えてなかったのかい。晚上好。僕の名前はトントン。トントン？こんな時間なのに、まだ寝ていなかったの？早く寝た方がいいよ。もうすぐ大人のキョンシーが、いっぱい集まってくるんだって。遅くまで起きている子供のお家に、順番に回るらしいよ。怖いよね。僕も眠くなってきたから、お家に帰って寝るよ。君も、早く寝ようね。じゃあね。怖いハム、キョンシーが来ちゃうハム。キョンシーになっちゃったハム。あー、助けてハム、タマちゃん、チカちゃん。早く寝れば、元に戻るよ。ベッドに入りなさい。はい。なんだか眠くなってきたハム。トントンしてほしいハム。グーグースースー。ふーちゃん寝ちゃった。ふーちゃんかくから。みんなも早く寝るのね。むにゃむにゃ。バイバイハム。チカちゃん着替えてよ。着替えてよチカちゃん。お出かけしようよ。やだ。お出かけ行くよ。やだ。着替えてよ早く。やだ。しょうがない。僕の手だ。ほら、なんか電話来たよ。はい、行くよ。はい、はい、はーい。俺は孫悟空。あれれ、まだ着替えてなかったのかい？早くしないと遅刻しちゃうよ。よーし、俺様とお着替え競争しようぜ。いくぜ、よーい、スタート。着替えてきたの？ああ、
俺の負けだ。君はすごいな。そんなに早くお着替えできるなら、毎日早くお着替えしようね。よし、今日も一日元気よく行こうぜ。じゃあ行きます。出かけよう。さあ出かけよう。行きます。あれ、まだお着替えしてないの？じゃあ孫悟空と私と一緒に お着替えしよう。レッツミュージック。届きました。なんと2人は仲良しが鬼から電話の公式 YouTuber に選ばれました。鬼から電話の公式チャンネルは概要欄にあるのでチェックしてみてね。チェックして概要欄のところからチェックしてみてね。ちかちゃんに動画が見れるよ。ちかちゃんどうしたの？そしてなんと鬼から電話のメディアクティブさんから荷物が届きました。開けてみよう。どん、あ、顔みたい。見て、顔みたいです。どこが？大きい。マイケル。マイケル。もう一個入ってない。見せて見せて。あ、同じだ。二つあるね。じゃあちょっと持ってみよっか。あ、かわいいね。二、うん、人ともマイケルのぬいぐるみ欲しいって言ってたんだよね。どれ、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 どれ。で、なんかお手紙がついてない？二人は仲良し様、いつもお世話になっております。鬼から電話のメインキャラクター高2のマイケルのぬいぐるみを送ります。喜んでいただけると良いのですが、ともちゃん、ちかちゃんにもよろしくお伝えくださいだって。そうなんだ。うん。嬉しいね。マイケルと一緒にこれからも鬼から電話たくさん紹介していこうね。公式チャンネルもよろしくお願いします。バイバーイ。かわいい。電話してるね。もしもーし。もしもーし。ともちゃん、僕マイケルだよ。マイケル。ともちゃんまだ来ないの？今来てるよ。もう僕30分も待ってるんだけど。今行くよ。待っててね。かわいい。かわいい。癒されたいわ。あ、鬼から電話に鬼癒されたいとき何かしら。ウィス、どうもっす。鬼ちゃんこと鬼です。お母さんってほんとすごいっすよね。だって年中無休じゃないっすか。頑張るママは偉いっすけど、無理しちゃダメっすよ。じゃあまた。ウィスウィス。鬼癒されるわ。おいしい声はいいのにね。ほんと、聞いてほしいわ。お母さん、お兄ちゃんが来たよ。お母さん、お兄ちゃんが来たよ。え、お兄ちゃんが？ウィッスウィッス、ウィッスウィッス、
うっすー、どうもっすー。お兄ちゃんこと、お兄でーす。お母さんって、ほんとすごいっすよね。頑張るママは偉いっすけど、無理しちゃダメっすよ。家族に甘えることも大事っす。休んでます？ならいいっす。じゃあまた、うっすー。あれ？ちょっとおかしいわ。あれ、偽物じゃない？偽物だ！あなたは誰？あなたは誰？あなたは誰？アディオス！どうもー、鬼ちゃんこと鬼でーす。あれ？鬼元気ないじゃないすか。夏バテ？熱中症すか？まあね、最近鬼暑いっすから気をつけてくださいよ。え？俺は大丈夫っすよ。地獄の暑さに比べりゃへのかっぱっす。とにかくこまめに水分補給っすよ。あ、あとお腹出したまま寝ちゃダメっすよ。雷様がおへそ取りに来ますから。あれ、迷信じゃなくてガチっす。お父さん、遊ぼう。いいでゆう。お父さん、遊ぼう。いいでゆう。おお、お はいはい、猪八戒です。どうしたんですか？またテレビばかり見て、言うこと聞いてくれないんですか？困りましたね。僕にお任せください。こら、そこのテレビばかり見て動かない君。グーだらグーだらテレビばかり見てると豚になっちゃうぞ。ブヒヒヒ。僕みたいな豚になりたくないだろ。じゃあ早くお家の人の言うことを聞こうね。あれ、お父さん、お父さんがだんだん大きくなってくる。わー、体がどんどん大きくなっていく。わー、宇宙に行っちゃう。なんだこれは、助けてー。お父さん、待ってー。じゃあ、出かけよう。Hey!